ヤセウマは、小麦粉で作る大分県の郷土料理。または、その原型と考えられる、ね半海に備える上新粉。または、小麦粉の団子。ヤセウマ小麦粉で作った平たい麺を茹でたものに、きな粉と砂糖をまぶした食べ物。形状は麺に分類されるが包丁は用いず、水で練った小麦粉の塊から指で引きちぎるように作る。麺類の系統から言えば、 切らずに手で押し広げて作られたの系統に入る。野生馬と同じ麺を野菜などと共に味噌仕立ての汁に入れたものがやはり大分県の郷土料理として有名な団子汁である。きな粉の代わりに張ったい粉やあずきあんをまぶす場合や砂糖の代わりに黒砂糖を使う場合もある。野生馬は一般に家庭料理であるが別府市などでは店頭で食べさせる店も多く。 学校給食でもしばしば出されるほど地域に根付いた料理である。スーパーや土産物屋等では、痩せ馬用の生麺や乾麺が売られている。市販されている麺は、大分県に伝わる由来にはいくつかの説がある。一つ目の説について、旧波佐間町には以下のような伝承が伝わっている。平安時代、都から藤原鶴清まろという幼い貴族が、文後の国に下校し、黒野に隠れ住んだ。 鶴木きよまろの身の回りの世話をする女は、京都の八瀬出身だったらしく、八瀬と呼ばれた。八瀬は、信仰深く、鶴木きよまろと共に、妙蓮寺の地蔵菩薩を参詣していた。その時、鶴木きよまろは、お腹が空くと、八瀬は、時折小麦粉をこね、長く伸ばして麺状にして茹で、これにきな粉をまぶしたものを作って、鶴木きよまろに食べさせた。鶴はこの食べ物が欲しい 馬痩やせ、うまくれと言い,い、これが、やせ馬の語源となったとする。明蓮寺では、現在でも、黄金の23日には、御瀬書き会の行事の一環として、やせ馬が作られている。これが習慣化され、現在に至るとされている。また、この明蓮寺の境内には、やせ馬発祥の地由来の看板がある。やせ馬は、工房大師の命日である、お大師様で振る舞われたり、 お盆や七夕に備え物にされた。お大師様の3月21日には、普段は道端や辻にある工房大師の像を床の間に移して祭り、訪ねてくる近所の住民に野せ馬を振る舞った。この行事の時には、野せ馬は塩。お盆には8月14日に野せ馬を作って、仏壇に備えた。この行事の時には、黒砂糖を混ぜたきな粉で甘い味にした。大分県では、 きなこを水飴と砂糖で熱湯を牛皮で包んだ聖果紙が文語方言名火やせ馬として製造・販売されている。20世紀に日本各地の方言を調査して編纂された日本方言大辞典には相場という項目があり、類似の名前を持つ日本各地のいくつかの食品が記載されている。また、江戸時代の竜帝種彦の随筆、洋舎箱には古くより 白糸餅というあり。細くねじりたるものにて、馬の形にはあらざれど、異名を、痩せ馬といへり。これも新小馬に対しての名なるべしとあり、当時からこのような食品が食べられていたことがわかる。手で握った形が馬に似るところから、痩せ馬と呼ばれたものとされる。ありがとうございます。